血縁選択説。血縁選択説とは、自然選択による生物の進化を考えるには、個体が自ら残す子孫の数だけではなく、遺伝子を共有する血縁者の繁殖成功に与える影響も考慮すべきだ。とる進化生物学の理論。これによって、血縁個体に対する立派行動の進化を説明することができる。血縁等多説とも言う。自然選択説によれば、 生物は自らの子孫をより多く残すように進化すると予測される。しかし実際の生物にはしばしば利いた行動、すなわち自分の繁殖成功を下げて他者の繁殖成功を高める行動がられる。特に顕著なのは蜂やアリなどの社会性昆虫などに見られる新社会性であり、この場合には一部の個体、働き蜂、働きアリなど、一般に ワーカーというは、全く繁殖せず、他個体の繁殖を助けることに一生を費やす。このような自分の子孫を残さない形質は、自然選択によって、すぐに個体群から消えてしまうはずである。自然選択説を提唱した、ダーウィン自身この問題に気づいていた。彼は、牛の肉質に対する人為選択を引き合いに出して、説明している。牛の肉質が分かった時には、 当の牛はすでに殺されているので、その牛の子孫を直接増やすのは難しい。しかし育種家は、その家族を繁殖させることで、肉質の良い牛の育種を行っているのだ。この説明は驚くほど、現代的な血縁選択説に近いが、一方で曖昧な部分もあった。ダーウィン以降、リタ行動は、集団にとっての利益、種の繁栄によって説明されてきた。 この考えは、個体にとって不利益な形質でも、それが種や集団全体の利益となるなら、集団レベルで働く、自然選択、軍選択によって進化するというものだが、詳しく検討されたわけではなく、漠然と受け入れられていた。この状況を一変させたのがハミルトンによる血縁選択説である。従来の自然選択説がある、個体自身の繁殖成功、 直接適応度のみを考えていたのに対して、血縁選択説はその個体が遺伝子を共有する、血縁個体の繁殖成功を増すことによって得る、間接適応度も量に入れる。そして、この二つを足し合わせた、包括適応度を最大化する形質が進化すると予測する。血縁選択説では、血縁者に対する立他行動を促進する遺伝子を想定し、 その頻度が世代を減るにつれて増えるか減るかを考える。そのような遺伝子は、リタ行動を行う、個体自身の繁殖成功、直接適応度を下げるために、次世代では頻度を減らすように思われる。しかし、リタ行動が、同じ遺伝子を持つ個体の繁殖成功を高くするので、あれば、リタ行動を受ける個体が、多くの子孫を残すことによって、合計では、その遺伝子の頻度は増えていく。 自然選択において有利になる可能性がある。個体間の遺伝子の共有度合いを血縁度、近縁度ともという。より厳密には注目する遺伝子について集団全体でのその遺伝子の頻度と比べて共有される確率がどれほど高いかを示す数値が縁度である。すなわち、ありふれた遺伝子はほとんど全ての個体に共有されるから血縁度は1である。 同種内であれば、どの個体もほとんどすべての遺伝子を共有するから、血縁度は1である。いった主張は間違いで、集団の平均をベースラインとして差し引いたものとして、血縁度を計算しなければならない。たとえ遺伝子が、ほとんどの個体で共有されているとしても、あらゆる個体に対して、利他的に振る舞う戦略は、進化的に安定な戦略ではなく、安定になるのは、上記の定義での血縁度に基づく。 利他行動をするる戦略である上の定義は複雑だが、近似的な同素性による定義を用いることで、簡単に血縁度を計算することができる。この定義では、個体間で共通する祖先から受け継いだ稀な遺伝子を共有する確率が縁度となる。同素性による血縁度は、家系図から計算することができる。二倍体の優生生殖生物を例に、 いくつか計算を示す。ある個体が稀な遺伝子 A を一つだけ、ヘテイロで持つとする。有性生殖によって、子には、半分の遺伝子だけが伝わるので、その子が同じく、A を持つ確率は0.5である。したがって、親から見た子の血縁度は0.5となる。同様に、子から見た親の血縁度も0.5である。次に、両親とも同じ兄弟姉妹間の血縁度を、 計算してみよう。先ほどと同様にある答えがまれない電子 A をヘテロで持つ場合、A が父親に由来する確率は0.5で、その場合に父親が他の兄弟姉妹にも A を伝えている確率も0.5なので、父親由来で A を共有する確率は0.5、0.5イコール0.25となる。母親由来で共有する確率も同様に計算して0.25なので、 兄弟姉妹間の血縁度は0.25プラス0.25イコール0.5となる。すなわち、親子間の血縁度と兄弟姉妹間の血縁度は等しい。片親が異なる、兄弟姉妹、異母あるいはイフの場合、親のどちらかを通じて共有する可能性しかないので、血縁度は0.25となる。同じ計算により、いとこの血縁度は0.125となる。 他個体との相互作用がない時の適応度を W、利他行動によって相手が得る利益、ベネフィットを B、利他行動によって失う自身の繁殖成功を C、コストコスト、利他行動をする個体から見た相手の血縁度、ラレイトデネスを R とすると包括適応度はとなる。利他行動が進化するのはこれが利他行動をしない個体の適応度 W より大きい時なので、その条件はとなる。すなわち、リタ行動を受ける個体の利益に欠縁度で、重みづけしたものが、リタ行動を行う個体がこむるコストを上回るとき、リタ行動が進化すると予測できる。これを、ハミルトン則と呼ぶ。ハミルトン則はこの不等式を変形し、と表すこともできる。白び八食いでは、オスが生まれた巣に泊まり、ヘルパーとして、 親の繁殖を手伝うことがある。つまり、低迷の世話をするのだが、これは両親とも同じであれば血縁度0.5の個体に対する立体行動となる。しかし一方の親が死ぬなどして、別の個体に入れ替わると、世話の相手はイボ、または、イフの低迷となり、血縁度は0.25に下がる。血縁選択説から予測される通り、助ける、相手の血縁度が下がるほど、ヘルパーを止めて、 巣を離れる確率が高くなる。血縁度が高い相手に、リタ行動を向ける傾向は、スズミツスイなど他の鳥でも確認されている。血縁度、R だけでなく、リタ行動の利益、B やコスト C も、リタ行動の進化に影響する。白タイハチクイでは、餌不足の時ほど多くの個体が、ヘルパーになることも知られている。これは、餌の乏しい時には、助けることの利益。 b が大きくなることに加えて、独立して、自力で繁殖できる見込みが小さくなる、立派行動によって失う繁殖成功、c が小さくなることによるのだう。一切のどんぐりキツツキは、縄張りの秋が少ない時ほど、高い割合で生まれたグループに止まって、ヘルパーになる。ルリオーストラリアムシクイや紫オーストラリアムシクイ、では、生費がオスに偏っていて、若いオスが、 配偶相手を得るのが困難な時ほどヘルパーを持つ群れが多くなる。これらの要因もヘルパーをしなかった時に得られると期待される。繁殖成功、地位を下げるで相対的にヘルパーになることを有利にすると考えられる。山蝉では血縁度と巣立ったヒナの数を測定することで包括的王度を実際に計算した研究がある。それによると、 若いオスはメスを得られなかった時に、親のもとでヘルパーになることで、確かに高い包括適応度を得ていた。親を援助するヘルパーほどには働かないが、血縁のない個体を援助するヘルパーもいて、彼らは援助相手のオスが死んだ時にとって変わることで、翌年以降に繁殖できる見込みを高めている。群れに捕食者が接近した時に、警戒性と呼ばれる、特有の鳴き声を出す動物がいる。 この行動は他個体に危険を知らせて利益を与えるが捕食者の注意を引いて自身を危険にさらす利他行動であるウニを思われる。ベルディングジリスではオスよりメスの方がよく警戒性を発する。この種ではオスは生まれた群れを離れるがメスは群れに止まるためオスよりもメスの方が多くの血縁者と一緒にいるので 警戒性は血縁者を助けることになると考えられる。メスは血縁個体が近くにいるほど警戒性を発しやすいこともわかっている。プレイリードッグも同じ群れに血縁個体がいる時に警戒性を発しやすい。同じ場所を利用する個体間の競争が強ければ血縁個体同士で資源を奪い合うよりも一部の個体が分散し他の生息場所に移動する方が良いかもしれない。 ハミルトンと名の理論によれば分散時の死亡率が相当に高くても一部の個体は分散するのが進化的に安定な戦略となる。この理論が提唱された当時にははっきりした事例がなかったがその後アブラムシの一種ドロオタマワタムシで一部の幼虫が生まれたゴール、虫コブを離れ他のゴールに侵入することが発見された。これは自分が 他のゴールに侵入できずに死亡するリスクを被って生まれたゴールに残る血縁個体に競争回避の利益を与える利他行動とみなすことができる。人の研究からも血縁選択説によって説明できる行動が見つかっている。矢の間も族で集団間の争いが起こると味方の中でも血縁度の高いものをよく助ける傾向がある。 オセアニアの人々はしばしば養子を育てることがあり、これは自然選択によって説明できないとされたこともあるが、詳細に調べると、養子のほとんどは養父母の血縁者、親、名などであった。カナダでは、ケイシが血縁のない義理の親と同居している場合、小殺しの起こる頻度が数十倍になることが明らかになっている。もっとも、小殺しが現代社会において、 包括的温度を高めているとは考えにくい。人の進化の過程で自分の子を識別し血縁のない相手よりも愛情や養育行動を向けやすい性質を持つようになったのが現代社会において子殺しという結果につながったと解釈すべきでる。またこのような研究は子殺しを正当化するものでもないことに注意が必要である。社会性昆虫には 繁殖をせず利他行動に専念する個体、ワーカー、不妊カーストが含まれる。特にマクシメ、ハ蜂やアリでは何度も新社会性が進化しており、生物学者の興味を引いてきた。ハミルトンの血縁度4分の3仮説は、マクシメにおける新社会性の進化を販売数生成決定と結びつけた。このシステムでは、メスは受精卵から生まれる2倍体だが、オスは、 未受精卵から生まれる一倍体である。したがって、血縁度の計算が二倍体の場合とは異なる。特に重要なのが、姉妹間の血縁度である。アルメスの持つ、稀な遺伝子が母親由来である確率は0.5で、その場合に、母親がある姉妹にも、その遺伝子を渡している確率は0.5なので、母親由来で共有する確率は0.5、0.5、イコール0.25となる。 ここまでは二倍体の場合と同じだが、父親由来の確率が違ってくる。同様にある遺伝子が父親由来である確率は0.5だが、父親はゲノムを1セットしか持たず、減数分裂なしに生死を作って、すべての遺伝子を娘に伝えるので、確実に妹にも、その遺伝子を渡している。したがって父親経由で共有する確率は0.5で、あり。 姉妹間の血縁度は0.25プラス0.5イコール0.754分の3となる。これは母親から見たこの血縁度0.5よりも高い。姉妹間の血縁度が高いためにメスはワーカーになると考えられる。この仮説の弱点の一つはメスから見た弟の血縁度が0.25と低いことである。そのためもし正比厳密には投資量で見た 正徒子比が1、1ならば、メスから見た定米の平均血縁度は0.5となり、2倍体生物のものと変わらない。トリバースとヘアは、この点に着目し、もし新社会性がワーカーの包括適応度を最大化するものであるならば、ワーカーは正徒子比を操作し、繁殖個体への正徒子比はオス1に対しメス3となるはずだと予測した。彼らは、 多数の誕生性のアリについてデータを集め、このことを指示するデータを得た。この研究に対しては批判もあるが、後に行われた研究も、概してトリバースとヘアの仮説を指示している。アリの成品研究が進む中で、巣によって成品が大きくばらつくことが分かってきた。この分断成品を血縁淘汰の観点から説明したのが、ボームスマとグラフェンの理論である。 彼らの理論によると、同種内に一匹のオスのみと交尾した女王と、複数のオスと交尾した女王が混在しているとき、前者のコロニーではメス、後者ではオスが多く生産されると予測される。この予測はサンドストロームによるケズネ赤山ありの研究で見事に実証され、血縁選択説を支持する強い根拠となった。もう一つの問題は、女王が複数回交尾すれば、 姉妹間の血縁度は低くなってしまうということだ。これに対しては、マクシメの新社会性が進化した時には、女王は単根であったと推定されることから、複数回の交尾は、新社会性が発達してから二次的に進化したものだと説明されている。一度新社会性が進化した後で血縁度が下がると、裏切って自ら散乱しようとする他のワーカーの産卵を阻止す行動。 ポリシングが進化し、結果として、新社会性は維持される。一つの巣に、複数の女王がいること、多女王による、平均血縁度の低下も、同様に理解できる。当バネメの白アリも、新社会性だが、マクシメとは異なり、両性ともに媒体で、オスもメスもワーカーになる。白アリ類の二次生殖中は、巣内に止まり、二次生殖中同士で何世代も、近親交配を繰り返す。 その結果、二次生殖中が生んだ有志の繁殖中は、ほとんどすべての遺伝子について、同じコピーを二つ持つ、ほぼ接合ことになる。この繁殖中が、巣から出て、血縁のない他の繁殖中、これもほとんどの遺伝子について、ホモ接合と交尾すると、生まれる個体はすべてほぼ同一の遺伝子型を持つことになり、血縁度は非常に高くなる。 シロアリの新社会性はこれによって説明できると考えられる。当初、新社会性はマクシメとウハネメでしか知られていなかった。しかし血縁選択の理論に従えば、個体間の血縁度が高ければ、他の生物でも血縁度が高くなりさえすれば、新社会性が進化してもおかしくない。実際に、新社会性は、その後様々な生物で見つかっている。 血縁選択説によれば、クローン生殖する生物は、すべての遺伝子を共有するので、立派行動が進化しやすい。ハミルトンはアブラムシにも、不妊カーストが存在する、可能性を指摘した。アブラムシでは、メス親が、単ため生殖でクローンを多数産んで、コロニーを作るので、個体の出入りがなければ、コロニー内の血縁度、R は1である。従って、BC であれば、 すなわち利益がコストをわずかでも上回れば、立派行動は進化すると考えられる。その予測通り、青木茂之は、アブラムシの一種ボタンズルワタムシが、不妊の兵隊イーストを作ることを確認した。その後、他のアブラムシでも、新社会性は確認されており、アブラムシ類の中で、新社会性の進化が複数回起こっていることが、判明した。さらに、昆虫以外の動物でも、 新社会性が発見された。一つは海面に住む角鉄砲やビルイ、もう一つはトンネルを掘って、地中で暮らす裸でエバネズミである。これらの例も、やはり血縁度の高さから説明できる。一部の無脊椎動物は、多くの個体、個中が集まって、軍隊を作る。中でも外行動物の裸のドズななどいくつかの分類群では、軍隊を構成する、小虫に文化が見られ、 一部の子虫は繁殖に関与しない。血縁選択説の観点からすると、このような軍隊は無性生殖によって数を増すから、その個体間の血縁度は1であり、このような軍隊内での個体の分化は、社会性昆虫を受ける不妊カースとの出現と同様の現象と見ることができる。血縁のある個体とない個体が入り混じった状況で、血縁個体の実に、 リタ行動を向けるには血縁個体を識別する必要がある。このため多くの動物が血縁関係を認識する能力を持つ。アリア8では体表の化学物質組成がコロニーによって異なり、これによって同じコロニー出身の血縁者を認識している。ベルディングジリスは幼い頃に同居していた個体を血縁者として認する。一方で血縁選択のためには 血縁識別が不可欠というわけではなく、アブラムシのように血縁者を識別しないとされる動物もいる。これは血縁者以外と出会う可能性がごく少ない場合には識別の能力が必要ないためと考えられる。通常の血縁選択では、利他行動に関わる遺伝子を共有する確率の高い個体に対して利他行動をするように進化が起こると考えられる。しかし、 もしリタ行動の遺伝子を確実に共有する個体に対してだけリタ行動を行うことができればそのような遺伝子は容易に BC ならば自然選択において頻度を増すだろう。例えばもしある遺伝子が緑のヒゲを生やす効果と緑ヒゲの個体に対してリタ行動を行う効果を同時に持てばリタ行動は確実に遺伝子を共有する個体に向けられる。このことを 緑髭効果と呼び、講義にはこれも血縁選択に含めることができる。同一の遺伝子が偶然このような二つの効果を持つというのは考えにくかったため、当初は緑髭効果は架空のものと思われていた。しかしリタ行動の遺伝的基盤の研究から実例が見つかってきている。血縁選択は個体レベルの自然選択では説明できない特殊な 現象を説明するときに持ち出される特殊な理論だとされることがあるが、進化の背景にある遺伝子の頻度変化を考えることから直接に知るべれるものである。子育ては個体レベルでの自然選択によって進化したものと従来から認められていた。しかし、なぜ子育てが進化する、子育てに関与する遺伝子が頻度を増すかを考えれば、血縁度0.5の個体に対する利他行動となら、 変わるところがない。ドーキンスは、利己的な遺伝子という表現でこの点を強調した。この考えを推し進めると、究極的には遺伝子のような自己複製子こそが、自然選択の単位とみなされるべきであり、個体はその乗り物、ビークルであるという遺伝子選択説に結びつく。血縁選択はしばしば誤解される。代表的な誤解のうち、これまでに触れていないものを挙げる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。